ご視聴ありがとうございます。ジヒロでございます。エルダースクロールズオンライン、グループダンジョンクエストシリーズ第3弾、追放者の官房1、やってまいりましょう。はい。今、後ろでね、バニチリオンが、バネキンと戦っておりますけれども、まずは、襲われてるシリオンを助けてから、ねクエストを受けるという形からのスタートですね。でここですね、最初に、アルドメリドミニオンで始めている方なんかが、まあ、多分最初に訪れるであろうグループダンジョンですね。このオーリドンの一番北に、まあ、位置するダンジョンでございますね。まあ、なのでですね、ちょっとこの追放者の官房にいる、まあ、ちょっとね、なんだろうな、まあ、ある人物の名前出てくると思うんですけども、まあ、ちょっと関連した、クエストなんかがここで、ちょっと受けれるので、まあ、この辺りのクエストをやってから、この追放者の官房に行くとですね、ちょっと、見え方が変わってくるというのもあるのかなと、まあ、いうことなんで、まあ、ぜひね、そのあたり、まずはこのあたりのクエストを、ね、この正当な後継者とか、これですね、このクエストやってから、まあ、ちょっと追放者の官房行っていただけるといいのかなと、まあ、いう感じです。さて、じゃあ早速、やっていきましょうかね。まずは、シリオンこのままほっとくとね、バネキン倒せないんで、どう頑張ってもシリオンは。HP ゼロになります。ゼロになるけどもシリオンは死なない。さて、じゃあ行きますか。よいしょ。よし。大丈夫か、シリオン。いいところで出会った。支援に感謝する。だが、ここはデイドラに占拠されかけている。命が大事なら、ここを離れた方がいい。名前言って話しかけちゃったけど誰だ追放者の官房の番人シリオンだ。そうか、シリオンか。上級校ライリス12世の脱獄にデイドラたちが手を貸した。ライリスは強力な魔法を巧みに操る不死の幽霊だ。地上へ戻りタムリエルに警告してほしい。分かった、助けよう。本気か。デイドラの群れのことは話したはずだが。大丈夫だ。生命の危機を厭わないなら他に助けを必要とする番人たちがいる。私を悩ませたバネキンよりも上級校が多くの敵を送ったようだ。他の番人たちを探そう。3人の仲間が今だここの廊下のどこかに残っている。私の元で番人として務めてくれた。できる限り長く上級校の牢獄を守ると誓ってくれたのだ。彼らを見つけ助けてやってくれ。生きていればだが。なるほど。もっと知りたい。番人たちの性格の居場所は？私はデイドラの攻撃以来見ていない。アレルダーが一番近い。アレルダーね。そして生き残っていればこの先に見つかるだろう。分かった、アレルダーを探そう。その前にちょっと聞きたいことがある。3人の仲間が今だここの廊下のどこかに残っている。上級校ライリスについて教えてくれ。この辺りではよく知られた物語だ。若い頃上級校ライリスは英雄だった。この地域に調和をもたらす者として。しかしライリスは異形を求めて力を欲した。それが破滅の原因になった。彼は何をしたの？力を求め彼はオブリビオンの力に頼った。反対した者は常に不可解な状況で殺された。なるほど。結局周囲の者たちが陰謀を見抜いて彼を投獄した。その寿命は尽きたがライリスはまだ存在している。なるほどな。どうすればいい？デイドラたちとの契約が彼をニルンにつなぎ止めている。死んではいるがな。デイドラたちが解放しなければ時が尽きるまでここに留まっていただろう。この場所について教えてほしい。昔は極端に堕落した人々がここに刑罰として収容された。今追放者の官房には一人の囚人がいる。上級校ライリス12世だ。彼が死んでから随分経つが
デイドラとの契約でとどまっている。そして今日まで囚人となっている。なるほどね。システムなおまだここに収容されていると。さて、なんか読み物ないかな。ここにあったの伝説の書物か。まあ、ここにある上級校ライリス12世の告白。清掃の月5日、この耳に主の言葉が響いて聞こえない時があった。その時は分からなかったが、それは暗い時代だった。そんな時代に戻るということは、暗闇の人生に戻るようだろう。今日私に見て感じられるものがある。それはものすごく美しいもので、我が王国の他の誰もが知らぬものだ。少しの時間と小さな目的でタムリエルの全民をひざまずかせる偉業を果たすことができる。それであの愚かな貴族たちは、彼らの上級校である私がこの権力と、全世界の全てのものを守る可能性を、提示したときに一体何をした。あの愚か者めは我が魔法を封印し、私を追放者の官房に閉じ込めたのだ。なるほどね。ここまでの経緯が書かれているんだな。戦いやすいな、やっぱり前回に引き続き。なんかないか、読むもの。どういった経緯で死んだんだろうな、彼は。錬金術のボトル、薬を飲まされて死んだのか。何もなさそうだな。とりあえず何もなさそうです。進みましょう。どうしたんだ。ああ、そうか。今回もでした。気をつけないとな。上級校ライリス12世の第二の告白。白明の月12日、5、6人の衛兵が剣を私に突きつけてここへ下ろした時、彼らの目的を私は言い当てた。その衛兵たちは、我が全人生において私を守ってきた護衛のメンバーで、私が余生を土の下で過ごすのを見ることになるはずだった。我が青年期において最も親切だった世話人である、ボルレインが、追放者の官房へと続く一続きの長い階段を降りながら私の肩に手をかけた。私は取り乱してかすかに震え、彼は私が恐れていると思ったのだ。それは誤解だった。それは恐怖ではなく、私を襲った、怒りだった。最後の階段を降りたとき、背後に彼らの剣がまだ、かかった状態で、私は回転し、その怒りを解き放った。破壊の呪文を叫ぶ私の声で、その悲鳴をかき消されたボルレインは、炎の雲に包まれて、ほぼ即座に死んだ。次の衛兵がボルレインの燃える死体を飛び越えたので、私は、稲光一閃で彼の剣を反らせて、その喉へと向け、そして武器は、
手際よく滑り込んで3人目の衛兵の胸へと突き刺さった。血がどれほど温かいかに私は、呆然とした。私の手は、突如それに覆われ、その心地よい液体に私は驚いたのだった。それはまるで世界で最も上級なビロードの手袋をはめているようで、私はそれをとても楽しんだ。囚われの身になって初めて私は笑った、吠えた。結局第一隊を探すために彼らは新たな衛兵の、文献隊を派遣した。私はそれまで残る決意をしていた。少なくともあともう少しの間は仲間の死体を見つけた時の彼らの顔を見たかったのだ。壊れ始めているね。壊れているんだよね、もともとね。ライリス12世。こんなところにずっと入ったまま朽ちていくのすごい嫌だな。想像しただけでもサブイボ出る。さてここですね。ここが最初のボス、セルハウンターがね。で、あの後ろにね、アレルダーいますね。あいつを助けてやらないと。キャラで3万も出たら十分だろう。ええ、だけどもっといい時があったわ。上級校の力は大きくなってきている。先人たちは今日の私たちと違って逃げられなかった。彼の後を追いましょう。動くな、怪我をしているだろう。他の者が生きているなら探さなければ、そして可能ならライリスを片付ける。奴は逃げた。奴のせいでこれ以上の命を失うことは耐えられん。本当に楽観的ね。アルトマーは終わりを恐れてはいけないのよ、シリオン。私なら4人全員の命を投げ捨ててでもライリスを止める。上級校が地表に出ていけばタムリエルを引き裂くわ。そうすれば私たちの責任になる。死を恐れることと自らの命を捨てることは同じではない。アレルダ、私が万人たちを導く限りお前にはどちらもさせない。もし他の者たちが生きているなら見つけ出そう。私今は気づいたんだけどさ、あのセリフ今までね、これちょっと大事な話なんだけど、今までは英語ね、向こうの、ね、本物と、本物っていうのもおかしいけど、英語の会話の尺っていうものがあるんですよ。でそこにその尺使ってで日本語セリフを入れてたの。だ、日本語のセリフの方が長い場合は英語の尺が来た時に、英語のセリフの尺が来た時に日本語の言い切ってない部分のセリフぶった切られて、あの聞けないのね。でも今の感じだともしかしたらなんだけど、あのうまく調整されたのではないかなと思ってんの。そういえばぶった切られて聞けなかったみたいなことないなと思って、ここ数日ね、うん、アレルだとちょっと話してみようか。上級校の力は恐ろしいほど増大しているわ。彼を止められるのかわからないけど、止めなければならないの。ライリスが地表にたどり着けばタムリエルは悲惨なことになる。彼を捕らえたら以前よりも強い牢獄が必要になるでしょうね。なるほどね。果たして牢獄っていうものに収めておけるのか、ライリスは。私が望んでいた以上に助けてくれたな。アレルダーは生き残るだろう。これからどうする？アレルダーはライリスと今すぐ対決したいようだ。そんな感じだったな。だが私たちはまだ準備不足だ。上級校を殺すことはできない。私たちにできる唯一の方法は彼を捕らえることだが、どんなものよりも強固な牢獄が必要だ。なるほど。それは何をすればいいんだ？
アレルダーと私で上級校を片付ける計画を考えよう。捕らえておけないのなら、ライリスを倒したところで意味がない。その間に頼みたい。この先の区域は万人ボラニルの管轄になっている。もし彼が生きていれば、あなたの助けがいるだろう。分かった、ボラニルを探そう。二人目の万人を探す。詳しく聞くってことができるな。私が望んでいた以上に助けてくれたな。アレルダーは、アレルダーと…ないわ、あれヒントに出てんだけど、まあいいか。たまにこの横丁に宝箱があったりするんで、よく見といてください。で、私のおすすめなんですけど、ここの、セットアイテム、アルドメリドミニオンじゃねえや、ダンジョンだ、ダンジョン追放者の官房、これね、これの、重装の拷問者っていうセット、これタンクさんやる方であればちょっとなかなか使い勝手のいいセットなんで、これも集めといていただけるといいかもしれないですね。まあノーマルランダムダンジョンとかベテランの雑魚相当で使うセットなんで、まあムンダス、まあ神々の特性のやつを集めておけばいいのかなって感じですかな、うん、よし次へ行こう。第2の万人を探す。これね、出てきちゃうかな。これね、急いでね、ダッシュで押せる押せる。そうするとね、見つかってなければ押せるんだ。いける。上妙なものよ。これで全部出てきちゃう。にはもっと簡単な方法がある。これ全部出てくる。あっさり。さもなくば万人。押すから何まで全部出てくるぞ。よし。勝利を呼ぶ。勇気が勝利を呼ぶ。恥ずかしくないのかお前そのセリフ。これね、まあ大体はね、まあここに来たらね、何か用か。違うんだ、お前じゃないんだ。お前じゃないの。まあここにね、こう真ん中にまあタンクさんがバーって来たら、まあ周りに雑魚が湧き始めるんで、まあ大体戦闘に入ってしまうんだけども、その前にね、急いでこの。ここにね、石のスイッチっていうのがあるんです。こことね、ここに。この石のスイッチを打つことで次のウェーブが来るんですけど、本来であれば、まあ、一つ一つ片付けてから順番に押していくんだけど、まあ、これ、敵に見つかる前にですよ、この石のスイッチを両方押してしまえば、まあ、最後これ、ボス湧いてくるんで、これを一気に沸かせることができるよと。まあだから、そうですね、
ノーマルランダムダンジョンとかでね、グループでやってる時に、まあちょっとね、時間短縮したいなって時は、ちょっとうまくね、真ん中通らないように、真ん中通ったらトリガーなのかどうかわかんないけれども、まあ急いでね、敵が現れる前に、まあ左右分担してね、うん、まあ石のスイッチを押してしまえば、ちょっと時間短縮できますよと。まあ別にね、そんな、それやらなくても、そんな大した、短縮にならないので、別に焦る必要はないんですが、まあそういったやり方もありますよと、いうことですね。なんか宝箱ないかなと思って探してなかったら何もない。すごいね、もうだからオブリビオンと溶け合ってるんだと、この追放者の願望は。どこなんだろうな。見た感じでも、コールドハーバーっぽい気がするけどね。うん、なんかね、浮いてる島とかそんな感じだからね、コールドハーバーとちょっと似てるところはあるんで、コールドハーバーだからモラグバルトの契約しているのかな、ライリス12世は。さてじゃあ次だ。ここの敵倒すとここ開くんで、別にクエストどっか関係ないとか、ノーマルランダムダンジョンでもう最短で行きたいって人は、別にここのね、2番手の2番目の番人を探す必要はないんです。実はこのままバーっと行ってもらったらいいんですけど、まあ私はねクエスト優先なので、ここをちょっと行かせていただきたいと。さてグランフィア使いのアンガタ、うん、がボスですね。後ろにボーラニールがいますよ。間違えちゃがまだ生きていることを願いましょう。あいつは殺されたのか？彼は健全な人ではないわ。けど生きている。満足かしらシリオン。上級校を追跡したくて仕方ないの。耐えるんだ、アレルダ。彼を治してくれ。イミリルは見つかっていない。ライリスに立ち向かうには彼女が必要だ。ボラニールは生き残る。今のところね。見知らぬ者よ、あなたの援助に感謝します。アレルダ可愛いね。もし私があなたなら、とっくの昔に逃げ出していたでしょう。番人たちと共にライリスを止めなければならない。どんな犠牲を払ってでも、うん、あんまり犠牲を払ってほしくないけどな。ボラニールは動いているね、生きている。一人の番人しか残されていないのだ。だから彼女が心配だ。イミリルはライリスの牢獄に最も近い場所を守っている。そして二人は不思議な関係にある。どういうことだ。我らの中でも上級校はイミリルに最も激しい憎しみを抱いているだろう。なぜ。一刻も早く彼女を見つけてくれ。イミリルはどこだ。彼女は追放者の官房の最も奥にいる。私はライリスに対処するための呪文を思いついた。もし成功させたいならイミリルが必要になる。策はあるのか。まだできていない。細かい部分を調整しなければならない。イミリルを見つけるんだ。そうすればライリスに対抗できるかもしれない。分かった、イミリルを探そう。
その前に宝箱を探そう。ないね。なんか読み物とかない？ないか。意外とでも追放者の官房は他のね序盤のグループダンジョンと比べたらボリュームがあるよね。下が見えるのかな。あ、見えるな。なんかあるでしょ。ちょっとあのアンカーみたいなのあるじゃない。やばい、コールドハーバー由来なんだな、ここは。いらっしゃい。書物なんもないな、ここ。最初のレリスの告白2枚ぐらいあっただけだね。置いた。重い袋あるじゃない。暗くて見えづらいけど、あ、あるね。第三の告白、なんとか種の月9日。私を捕らえることを企てた貴族たちが私を殺害させることを拒んでいる。なぜあいつらには任務を遂行する勇気がないのだ。家族と家によって与えられた聖職から私を奪ったのに、このつまらない暮らしから私を解放することを拒否するだなんて。私は奴らに頼んだ。ああ、どれだけ私が奴らに頼んだか。死を要求し、脅し、こうたか。奴らは私のために何もしないだろう。そして苦しみの中で私は本当に思われる唯一の人間になるのだ。今は主の声が絶え間なく聞こえ、彼が言うことのすべてを理解はできないが、彼が、心底私のためを思っていることは分かっている。それで彼の助言はって、私にもっと良くなってほしいそうだ。より優れた上級校に私は彼に教わり、彼を通じて、学んできた呪文で主への道が開かれるだろう。我が民が彼に会えるように、そして民がより良くなるように。モラグバルだからあれだね、あの間にまること似たようなところがあるってことだね。よし、届かない。自慢なんてしてねえぞ。もう死にかけじゃねえか。そんなこと言いながら追い越してやるから待ってろ。よし、あそこよ、ボラニュー、彼女を見つけたわ。見えたぞ。彼女が生きてることを願おう。日が落ちてしまう。少し回復魔法を使えば彼女は大丈夫よ。上級校にどう対処するか考えるべきだわ。彼を倒したとしてもどうやって閉じ込める。一度逃げられているんだぞ。私たちにデイドラの魔術が使えていたらこんなことは起こらなかった。どう思う？炎には炎で立ち向かうか。
生意気なことを言うな、ボラニル。そんな考えを持つだけでも家計への侮辱だ。王族の運命がそうさせるのか。計画通りに行い、彼のエキスを分けるのだ。完全体でなければ逃げることはできないはずだ。だそうだな。申し訳ないけど少し集中したいの。イミリルは大丈夫よ。だけど彼女が回復するには回復魔法が必要なの。話をしたいのならシリオンと話をしてね。ごめんね、アレルだ。私もちょっと助けるから。回復しろ。イミリルとは話せない。ボラニア、アレルダーと私はイミリルを手当てする。シリオンと話してくれ。わかった。話してくれないんだ。誰も命を落とさず幸運だった。だが万人たちが必死で臆病になっていると感じる。ボラニルの発言を聞いたか。デイドラの力を使うだと。罰当たりなことだ。万人たちが後で後悔するようなことをしでかす前にライリスを牢獄へ戻さなければな。ライリスを封じ込めるのにどう協力すればいいんだ。ライリスが逃げ出す前、万人に伝わる結びつけの石に奴の魂を封じ込めたのだ、長年の間そこが奴の牢獄だった。もう一度奴をそこへ戻すのだ。ただし今度はバラバラにしてな。どういうことだ。響きほどには恐ろしいものではない。奴には肉体がない。私が言っているのは魂のことだ。万人は奴の力を分散させるため、奴の本質を一つではなく四つの結びつけの石に抽出する。そんな状態ではデイドラを召喚するどころか意識を保つこともできないだろう。なるほどな。何をすればいい。あなたには最も難しい仕事をやってもらおう。ライリスを見つけ可能なら倒してほしいのだ。なるほど。大変なことを私に頼むな。分かった。上級校と対決する。私がいなかったらどうするつもりだったんだ、君たちは。何か箱は。ここ結構あったりするんだけど、ないね。こっちは。ないね。ありませんな。あるじゃない。よし。大量だ。大量じゃないけど。はい。ああ、大量だ。これを大量って言うんだよ、バスヤン。この時に言ってくれない。言わないんだな、この時は。大量の時大量って言わねえんだな。第4の告白。降雪の月22日、数十年が過ぎ、衛兵が新しい衛兵に取って代わり、そして間もなく全衛兵が私をここに拘束し続けるために魔法の訓練を受けた万人の新しい命令に取って代わられるだろう。私が何度も懇願した死はようやく訪れたが、貴族たちは知らねばならない。私は取引により死によっていかなる影響も受けない。しかし私は何年も前のように生きることに望みを失ってはいない。我が常名の体が消え去ると同時に、それを新たな姿で置き換えるべく、オブリビオンが浸透する永遠の姿で。なるほどな。アルトマは劣等種族に比べ、長生きすると言われている。私はもうすぐ自分だけの種族になり、
アルトマーより長く生きながらえるだろう。主は私に彼が作る新たなエルフの筆頭として完全になり、彼のいる場所で恩恵を受けられるよう、今からずっと後にこの牢獄から私を解放してくれると言っている。それは万人にとって、タムリエルの全ての民にとって罪を償う日となるだろう。なるであろう。なるほど。そんなことにはさせないぞ。私に来てくれ。お前じゃないんだよ。あ、でもやったな、人仕事したな。この壺をちょっと調べてきて。こういったところはこうたまに家具もらえたり、家具のレシピ、まあなかったか。さてここだ。ライリス湧いてからにしようか。アイテムがいっぱいだ。シリオン、お前なのか。あのバネキンたちをどうやって倒したのかわからないが、もっと送ってやってもいいぞ。ああ、よそ者か。万人たちは私との対決を恐れたのだな。いいだろう。やつらの代わりに死んでもらおう。なるほど。ちょっと待ってくれ。ライレス、ちょっと待ってくれ。今から。アイテムの整理をするからな。取引したいの？取引したいの。よし、じゃあ行きましょうか。上級高ライリス、この追放者の官房一のラストバス。楽しくなってきたぞ。今、スフィア出てきたじゃん。これ、ほっとくとどうなるかちょっと見てみよう。ちょっと見てて。ああ、倒しちゃった、俺の炎が。ちょっとバースで頼む。やっててくれ。今、出てきたじゃん。フィーストがライリスに当たると、ライリスの体力回復したの見えたよ。まあだからね、これをほっとくとライリスがどんどん回復しちゃうんですよ。まあ大した HP じゃない、すぐ潰せるはずなんですよ。大体は範囲に回せるしかないから。私を倒したと思ったのか？バカバカしい。
契約により私は死から守られている。気づかなかったか。万人たちよ、彼の言葉を聞くな。分離を始めるぞ。とてもうまくいくと思えない、シリオン。何をしてる。魔法を見るのは大好きだが、楽しませようとしてるのか。私がデイドラから学んだ魔術ほどではないが、ただのアルトマーにそこまでの期待はしない。よく覚えておけ。私をこのままにできると思うな。今やデイドラが私のために戦っているので、お前たちにもデイドラがついていたらよかったのにな。哀れな。構うな、万人たちよ。上級校を捕らえよ。天の光にかけて追放者の看板の万人たちにより、ここにライリス12世の永遠の投獄を行う。なんてことだ、お前が勝つとはな。ライリスの自由の日々は終わったようだな。こいつは喋れないはずだって言わなかったかしら。あいつに考えをまとめさせてはいけない。注意して見張らないとな。なるほどね。魂を分散させたらもう話せるほど意識が保てないだろうって言ってたのに、話せてたぞと。大丈夫なのかということだね。エセリウスにかけて、かろうじてあいつを抑え込めた。ボラニルは正しいかもしれない。結びつけの石がなければ、ライリスを倒すためには過激な手段が必要になる。たとえデイドラと契約を結んだとしてもね。大丈夫か、そんなことして。やめといた方がいいんじゃないか。ボラニル、あいつを殺すためなら何だってするさ。彼は我らを監視していたのだ。そしてデイドラがバカにしているのだと話をしてきた。彼らを対立させるとはなんと光栄なことか。デイドラを利用してやるのだ。結びつけの石は耐えられないでしょう。シリオンが何を考えているのかわからないわ。ニルンからライリスを引き剥がす方法を見つけないと。上級校はこの長い期間を経てついに自由を得たのよ。彼は再度自由を手に入れる。邪魔できる者はいないでしょう。なるほど、うまくいったとは思ってないんだと。みんな牢獄は完璧ではないのだ今だな。だがまだ時間はある。ライリスはどこにも逃げられない。新しい監獄が彼を捕らえられているのか。それは約束しよう。ライリスがタムリエルに現れることはもうない。あなたのおかげだ。地上に逃げられていたら大変なことになっていただろう。お前は恩恵だ。お前がいなければ我ら万人は仲間を失っていただろう。引き続きライリスの牢獄を強化しなければ。だが今はデイドラですら苦しむだろう。四つの結びつけの石から彼を脱走させるにはな。なるほどね。箱ないかな。ちょっとぐるっと見て回ろうか。まあ、やっぱコールドハーバーだな。だから主っていうのはやっぱりあれだね、モラグバルなのだと。ないね。もうでも箱3つぐらい手に入れてるからね、これ以上ないでしょ。さて、あんまりここ行くことないとは思うんですけど、皆さんね、まあ、入り口の方に向かう道が実はここにありまして、うん、ここ通ることなかなかないと思うんで、ちょっと試しに通って帰りましょうか。なんか書物とかねえかなとか思ったけど、なさそうだね。スイッチあるけどね。あ、なるほど、ここ閉まってたもんね最初ね。
告白第一章戻ってきましたと。というわけでございます。追放者の官房1、いかがでしたでしょうか。